さん、お兄さんもうお帰り。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄さん、べっぴんやろ。たすか、ほんまに会いたかった。うちもや。前島さん今日来てくれたらええなってずっと思ってた。マンダハン、銭を借り取る見えいうこと忘れてもたらいけまいんで、利息の払いは昨日までのはずや。堪忍してな、わしかて借金のこと忘れてるわけないんや。せやけどな、このトヨタで遊ぶがな、わいの唯一の道楽なんや。甘えとったらあかんがな。道楽いうんは銭があってのことや。銭のないあんたに道楽しとる暇ないんとちゃうか。いや、そんな殺生な言い方せんでも。おっちゃん、なんやったら俺がおっちゃんのあそこちょんぎったろか。え、そしたらスケベな気持ちも起こるし。ああ、そんなんやったら死んだかマジやわな。ほなら死んでもらおうか。え、まあ死ぬんやったら生命保険の受け取りにわしに名義変更してもらいます。生きても地獄、死んでも地獄や。借りた銭はしっかり返せなあかんよ、こっち。しっかりしたばあさんですね。前回葉っぱの根性も入っとる。わしから銭借りて周知の利息で貸しとったら平稼ぎになっとるはずや。年金もらって利息もらってんでしょ。人生残り少ないのにそんな溜め込んでどないするんですかね。なあ、これ何？200万ある。アスカのな、お父さんの借金返済の足しにしてほしいな思って。え、いいや、あの返すことなんか何も考えんでもええで。いや、ただな、一時でも早よアスカに楽になってほしいな思って、自由になってほしいんや。でもそんな大金困るわ。ええんや、わしアスカ命言うたやろ。ええねえね、ほな今日は帰るわ。前島さん、あんたの取り分や。アスカの借金も引かせてもらうとる。よろしいね。もちろんです。あんだ、お気に。せやけどしばらく大阪に戻ってきたらきまいんで。よう分かってます。最後にええ思い出もできたし、大阪でのことはこの胸にしもたままよそでやり直しますわ。頑張ってくなれ。おきみ、社長、住所はここですわ。何や、この子の家は。鈴木やん、鈴木やん。うるさいな。何
もうガタガタと何の用や。鈴木信也はここはその女の家と違うんかい。鈴木信也がどないしたんや。ここにおるんか。鈴木信也はあってや。何やって。ここ何年も本名で呼ばれたことないわ。あ、鈴木信也。間違うたらいけないんで。信也はそっちのばあさんや。こっちは早見翔子言うねんで。どうも。何やと。まあいいわ。前島に持っていかれた3000万、この女にきっちり支払ってもらうまで。うちは書類を持って行っただけですよ。そやで、あの借用書にサインしたんはあってや。本人が言ってるから間違いない。ちゃんと反抗して彼女に頼んだんや。本人の証言や。問題ありまんやろ。まあどっちでもいいわ。連帯保証人になった以上全額払ってもらいますぜ。当たり前や。返すわい。約束破ったままであの世行けるかいな。ばあさん偉いな。老人の鏡やで。ババアがどないして3000万を返す気や。まずは1万円。残りは2999万。どういう意味や。3000万以上やったら民事再生法の個人再生手続きの世話にはなれへんいうことで。民事再生法やと？すまんなあ。貯金なんて一銭もあらへんし、コツコツ返していくしかしゃあないねん。母さんが一月に稼げる額は年金合わせたかでタグが知れとる。一気に回収しようとしたところで結果は破産を招くだけ。なんやったら母さんに自己破産させようか。そらあかん。カード使えんようになるがな。一銭も取れんよりは民事再生法を言うのに乗った方がええんちゃいまっか。債務の総額2999万に対して個人再生手続きで決められとる弁済総額は最大額の300万や。まあ婆さんの稼ぎやったら弁済期限ギリギリの5年で返すことになるやろ。まあ年に60万として月々5万言うとこやね。若い娘と違うもんな。この婆さんどこに掘り込むなんてできへんやろ。月に5万かいな。こら働きがいも出てくるわ。あんたの老化嫌だ。本人が細々と返済する言うとる限りあんたら何も言わへんで。なんだはめた。人聞きの悪いこと言うてもとは困ります。ろくに連帯保証人の確認もせんと爪伸ばしとって。言いましたやろ、爪長を伸ばしたら剥がされるいうこと。ばあさんが生きとる間3000万の銭月々5万ずつ返済してもらう。こっち旦那さんにはお世話になってしもて。俺言うんやったらばあさんと氷屋のおっさんに言うたらな。前島さんから手紙もろて今新潟の方にいてはるそうです。あのおっさんほんまに寒いとこ好きやねんな。キヨさん、いろいろすいませんでした。もうええがな。ほな約束通りばあさんには5年分の前払いと手伝ってもらった手数料や。大きに大きに。これでまた回転させていくわ。あん時なばあさんが自己破産してくれてたらな。ほんまもっとあいつらギャフンと言わせられたんや。何言うねんな。そんな人から大金騙し取るようなことしたらあかん。前科8犯の言うことか。これでますます商売繁盛やね。せやね。あんまり無茶な貸しはせんように気ぃつけんとな。ほんな。けど兄貴、美人白面って言うじゃないですか。さっき5年分や言うたけどね、2年分の返済分で120万ぐらいでええんちゃうかなと思うんですよ。こんなに
てなもん。そんなに人を早く殺したいんか。ケンさん、100までトヨタで頑張ってもらわんと。せやで、150まで頑張って。それ妖怪やで。